DM 三井製糖ホールディングス株式会社は2021年4月1日に日本の製糖業開催大手の食料品会社である三井製糖と同じく製糖業界大手の第二本明治製糖が経営統合し発足した持ち株会社出展三井製糖第二本明治製糖株式会社との経営統合完了について2021年4月1日閲覧 2020年3月25日、三井政党株式会社、大日本明治政党株式会社、日本天才政党株式会社の3社が、持ち株会社方式を採用した、三井政党と大日本明治政党の経営統合、及び統合持ち株会社と日本天才政党との資本業務提携に関する協議を開始した。2020年10月15日、 三井政党株式会社及び大日本明治、政党株式会社は、経営統合に関する最終契約を締結。これによって2021年4月をめどに、大日本明治政党を、三井政党の完全子会社とする。一の効力発生を条件に、三井政党のグループ経営管理、不動産管理を除く、一切の事業を、分割準備会社に承継させ、 持ち株会社に移行する。一及び備の雇用力発生を条件に、三井製党は DM 三井製党ホールディングス、分割準備会社は三井製党へ、それぞれ称号変更。統合持ち株会社は旧三井製党の証券コードで上場を維持する。三井物産が筆頭株主であり、三井グループの一社、三井業債研究所及び月曜会に加盟している。なお、 上期経営統合に伴う当社の発足により、主要株主として新たに、三菱商事が加わり、当社の持ち分法適用関連会社へ、該当することとなった。旧大日本政党、明治政党株式会社本社球庁関球、明治政党大日本明治政党出展、三井政党公式ホームページ、遠隔三井政党は、スプーインの商標で知られる、佐藤事業のほか、 甘味料や保存料、香料、色素、寒天等の食品素材の製造販売を行っている。2013年3月期の売上構成は、砂糖事業89.1%、食品素材事業9.6%、不動産事業1.3%となっている。また、第日本明治政党は、バラ印のブランドで、家庭用、業務用の砂糖、調味料等を、 製造販売する。その他、佐藤の製造は、政党各社と共同、合弁の新東日本政党関門政党関西政党に委託し、アンデスのスーパー穀物、キヌアを取り扱う。調味料は、高ボエキス系調味料の国ベース、ニューコーボエキスのラクトベースを販売している。旧明治政党から派生した会社。かつては、明治政党を含めた全社が、 旧明治製菓のロゴを使用していた。第日本政党は日東株式会社に営業譲渡譲渡後に日東社を第日本政党株式会社に名称変更。現在は明治ホールディングスの系列会社明治政党は明東産業に営業譲渡譲渡後に明東産業を明治政党に名称変更。第日本政党、日東65年市渋谷社市データベース、 本店移転のご案内。第二本明治政党。2020年10月18日閲覧。閉社食品事業の一部譲渡についてのお知らせ。第二本明治政党。2020年10月18日閲覧。閉社食品事業の一部譲渡についてのお知らせ。第二本明治政党。2021年3月31日閲覧。 dm 三井正統 HD 誕生未来志向で、シナジー発揮へ両社長が語る意義と効果。食品新聞社。https コロンスラッシュスラッシュ,スラッシュ食品 .net スラッシュ42045スラッシュ2021スラッシュ04スラッシュ02スラッシュ topn ews スラッシュ2021年4月3日閲覧。第2本明治正統株式会社事業概要。 ABCDEF 第2本名次政党株式会社第38期決算広告。ありがとうございます。